キーガン・ブラッドリーはアメリカバーモント州出身のプロゴルファー。2011年、ゴルフ4大メジャー大会の一つ、全米プロゴルフ選手権で初出場初優勝を遂げた。過去メジャー大会初出場で優勝したのは、1913年のフランシス・ウィメット、2003年のベン・カーティスの二人しかおらず、ブラッドリーは史上3人目の初出場初優勝者である。 1986年、アメリカ合衆国バーモント州で、マーク・ブラッドリーの長男として生まれる。父親のマークは、ワイオミング州ジャクソン郊外にある、ジャクソンホールゴルフテニスクラブ所属のプロであった。高校2年の時に、マサチューセッツ州ホプキンスに転居し、2004年のマサチューセッツインタースカラスティックアスレチックアソシエーション個人部門では優勝した経験がある。 高校卒業後は、ニューヨークのセント・ジョーンズ大学に進学し、2008年に卒業するまでの間に9つの大学タイトルを獲得している。なお、キーガンのオーバ・パッド・ブラッドリーは、ルプがツアーでメジャー6大会を含む通算31勝を挙げ、世界ゴルフ伝堂入りした女子プロゴルファーである。セント・ジョーンズ大学を卒業した2008年に、プロ転校、 が、フーターズツアーに参戦すると、ツアーの最初。2009年のテキサスホーニングオープンでフーターズツアー2勝目を挙げ、その年のネーションワイドツアー2試合に出場しし2試合とも予選を通過した。その後2010年、PGA ツアーに参戦するため、クオリファイングスクールに挑戦したが、規定にが足りず出場権獲得とはならなかった。二千十年は、ネーションワイドツアーに参戦。 シーズン後半に4試合連続トップ5入りを果たすなどして最終賞金ランキングが14位となり2011年の PGA ツアー参加資格を得た2011年 PGA ツアー初戦のソニーオープンインハワイでは予選通過翌週のボブホープクラシックでは7位タイの成績を残す4月に行われたバレロテキサスオープンでは2度目のトップ10入りを果たす 5月の HP バイロン・ネルソン選手権では、サドンデス方式のプレーオフ第1ホール目で、ライアン・パーマーを破り、PGA ツアー初勝利を挙げた。8月のブリジストン招待選手権では、初日、2日目と首位であったが3日目以降スコアを落とし、最終結果は15位体であった。2011年全米プロゴルフ選手権2011年8月、ブリジストン招待選手権の翌週開催された、 メジャー大会全米プロゴルフ選手権で、ブラッドリーは2日目に64をマークし、首位に、つけるなど好調な出足であった。首位と1打差の3位でスタートした、最終日、15番で、トリプルボギーを叩き、3ホール残して、暫定首位のジェイソン・ダフナーに5打差をつけられてしまったが、ブラッドリーは16番、17番と連続バーディーを、奪い、結局後半3連続ボギーとスコアを落とした。 ダフナーと通算8アンダーで並んで72ホールを終え、勝敗をプレーオフに持ち込んだ。3ホール制の1ホール目では両者ともバーディーチャンスであったが、ダフナーは外しブラッドリーはパットを沈めた。残りホールもこの一打の優位を守ったフラッドリーがメジャー初優勝を決めた。メジャー初挑戦で優勝したのは2003年のベンカーティス以来で、 米国内のメジャー大会に限ると1913年のフランシス・ウィメット以来の快挙となる。なおゴルフの4大メジャー大会では2010年マスターズでフィル・ミケルソンが優勝した後、2010年全米オープンでクレアム・マクドウェルが優勝して以降初優勝者が連続しており、ブラッドリーは連続7人目の初優勝者である。また、ブラッドリーのワールドゴルフランキング順位は、 全米プロでの勝利後108位から29位にまで急上昇した。なお注射パターンを使ってメジャー制覇したのはブラッドリーが初めてである。この全米プロゴルフ選手権の勝利に加え、HP バイロン・ネルソン選手権での優勝やトップ10、フィニッシュ4回といった成績を収めたブラッドリーは2011年のルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。 2012年2月のノーザントラストオープンで、ブラッドリーは、最終ホールフィル・ミケルソンと共にロングバーディパットを決め、ビルハーストの3者プレーオフに進出したが、プレーオフ第2ホールで13.5メートルのバーディパットを決めたハースが今大会の優勝を決めた。この最終ラウンド中、ブラッドリーは、コース上で何度もツバを吐き、後に反射的にやってしまっていたとして謝罪した。 世界ゴルフ選手権第2戦となる WGC キャデラック選手権では2位に2打差の首位で最終ラウンドを迎えたが18番でダブルボギーを叩くなど終盤の4ホールでスコアを崩し結果8位台に終わった2012年シーズンは開幕から9試合連続25位以内と安定した成績を残し USA トゥデー氏の PGA ツアートップ20では11位に 選ばれている。6月には、欧州ツアーに初参加、ロイヤルポートラッシュでのアイリッシュオープンに出場したが、予選落ちに終わっている。WGC ブリジストン招待選手権2012年ブリジストン、招待選手権では、ジム・フューリーク、スティーブ・ストリッカーを1打差で下しツアー3勝目を挙げた。最終日、首位のジム・フューリークに4打差をつけられてスタートした、ブラッドリーは、 最終18番ホールまでに差を1打差にまで詰め寄っていた。最終ホール、ブラッドリーは4.5メートルのパーパットを沈めたが、フューリックはダブルボギーとスコアを崩し、結果1打差をつけてブラッドリーが逆転優勝した。ゴルフ4大メジャー大会と世界ゴルフ選手権の両方で優勝したのは史上11人目である。この勝利で世界ランキングは15位となった。 また同じ8月の全米プロゴルフ選手権で3位体の成績を収め、世界ランキングは自己最高の12位まで上昇した。同年9月のライダーカップにも初めて選出され、フィル・ミケルソンとのペアで初日欧州のローリー・マキロイ、グレアム・マクドウェル組を破るなどの活躍を見せた。PGA ツアーでのプレーオフ記録 DNP イコール、不出場 T イコール対背景キロイコール10位内。 入場背景緑色イコール優勝。ありがとうございます。